暑くない？大丈夫？ちょっと下げとこうか。今が1時間2時間ぐらいにしとこうか。切りタイマー。でもどうする？夜も暑いじゃん。夜中も暑いじゃない？切りタイマーにして、2時間切りタイマーからの入りタイマーをだから5時間後ぐらいにしとけばいいか。よし、 OK。 洗濯も畳むじゃん。いいよ、寝てて。よいしょ、そんなにないから。洗濯物がさ、めっちゃ早く乾くんだけど。このベッドのさ、シーツもさ、いや洗わなきゃと思って。普段は大きいからさ、あと、まあ、ちょっとめんどくさいからさ、乾燥機で済ましちゃうこと多いんだけど、こんだけ暑かったらすぐ乾くだろうと思ったらさ、もう1時間ぐらいでもう乾いたよね。本当に暑いよ。俺さ、結構その乾燥機、洗濯してからそのまま乾燥させちゃうのね。うちドラム式洗濯機でさ、干すのがさ結構まあ面倒くさいっていうか、干すのはいいんだけどさ、畳むの忘れちゃうのよね。家にその取り込むっていうかさ、いつの間にか外出しっぱなしになってることとかたまにあってさ、だからよいしょ、畳むのとかは嫌いじゃないのよ。あれな、ちょっと干すのかな干すのちょっと手間かなと思っちゃう。昔その服屋でさ、バイトしてたことがあったから、それで畳むのとかもさ、だいぶもう畳むのが仕事みたいなもんだから、服屋って。だからだいぶ慣れたんだけどさ、あとはその特別シワになってほしくないものとか、シワになりやすいもの以外だったら、もう正直畳むの適当でよくないみたいな。下着とかさ、あとエアリズムとかってさ、全然シワになんないから、だから結構適当にポンポンポンってやりがちだけど、ちゃんと畳むのは T シャツ、シワになりやすいし、 T シャツとか、あとはパンツ系はちゃんと畳むけど、もうね、下着とかもポポンだよね。バスタオルとかハンドタオルは綺麗に畳めるとちょっと気持ちいい。綺麗に畳んでなんか積み上がっていく感じ、それはね、結構好き。
下着は全部もうエアリズムだからさ、ほんと適当。よいしょ。まあ適当でも、その、見た目はパッと見綺麗に見えるんだけどね。パッと見綺麗に見えるんだけど、みたいな。よいしょ。がさ、そのエアリズムだけだからさ、で下をね、捨ててこっていうのは、あのエアリズムのやつ、あれを履いてるから、あれをねパンツ代わりにしちゃってるから洗濯物が少ない単純に。今いくつあるの ?3 枚。同じ色ばっか。なんなら、パンツと同じ枚数がある。嘘。あ、嘘だ。パンツの方が一番多いわ。押し入れがさ、もうすっごい押し入れっていうか、その洋服入れとくとこがすごいすっきりして、分かんないよ男だからこれでいいのかもしれない、女の子でも別にそれでもいいと思うんだけどな。俺エアリズム別に嫌いじゃないし、快適ならそれでいいじゃんと思うし、なんか特別そのなんだろう、セクシーな下着とか、うん、まあ着てくれたら嬉しいけど着てくれたら嬉しいんだけどさ、こだわりはないし、そんなに、うん、楽なことが一番じゃんって思うからさ、靴下もね、これ本当にね、着るものにそう、なんかこだわりが少ないっていうかさ、いい服はいい服でいい持ってたいんだけど、気を使わなくていいところはもう全然使いたくないくてさ、よく履く靴下とか、あの黒いさ、これなんかくるぶしソックスをよく俺履くんだけど、同じやつがね、今何セットある、これ1、2、3、4、5、6セット黒いくるぶしソックスだけで6セットある。いや、同じやつの何がいいかってさ、あの、なんだろう、ペアを探さなくていいってとこね、もうそれだけでだいぶ楽。タオルはいや、明日持ってこう。
うひぃ。見るな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 、すっぽんぽんだぞ。よいしょ、おせんぱく。ちょっと暑いね。もうでも今25.5度ぐらい。もう少し近づこう。こんなもんでいいか。この前さ、外歩いてたらさ、路上でかき氷屋さんが出ててさ、結構珍しいなと思ったんだけど、もうそんな季節かと思ってちょっとね、いいなと思った。かき氷ってどう？最近食べたの？いつ？最近っていうか最後に食べたの？いつ？いや俺もう全然覚えてないわ。いつだろう？いやそもそもさ、その仕事で夏祭りに全然行けてないから、仕事行って帰ってくると大体お祭りも終わっててね、地元のお祭りとか。だから縁日とかでさ買い物したのって、もう本当に数年前ぐらいだよね。
りな。でもさ、今年から結構いろんなところでお祭りも始まるみたいでさ、楽しみだよね。どのくらいの時期に やるんだろう。地元のお祭りとかもいつだったかな。でも夏休みだった気がするんだよな。大体そうだよね。でもたまにさ、全然よくわかんない時にお祭りをやるようなところもあるじゃない。まあ、それがなんか毎年さ、この日って多分決まってるんだろうけど、この何月の第何土日日曜日とか土日とかさ、決まってお祭りやるとこあるんだろうけど、あ、こっち全然そんなの知らないじゃない。覚えてないしさ、この時期にやるんだみたいな。お祭りね、なんか中学生高校生ぐらいの時のお祭りってさ、親からいくらぐらいだったかな、でも500円とか1000円ぐらいだった気がするんだよな。なんか、いや、お小遣いもらってなかったかな。毎月のお小遣いでどうにかしろだったような気もする。うん、なんかだから大してそんなに食べたり遊んだりってね、記憶がないんだよね。小学生の時はそのお祭りの会場が家からすごく近くて、でね、親とかもついてきてくれるから、あれこれ、しかもなんかね、小学校でやってるお祭りで、だから安かったんだよね。うん、普通のお祭りって結構400、500円ぐらい、今だったら600円ぐらいするのかな。当たり前だったけど、小学校価格だからなんか200円とか300円ぐらいのちょっと安かった気がするんだよね。うん、その時はもうそこでご飯食べるみたいな。夕飯はお祭りっていう感じだったからさ、好きになんか食べたいものを食べさせてもらってたんだけど、俺中学校さ、家から結構遠かったんだよね。自転車でどのぐらいだろう、15分とか20分ぐらいかけて行くようなところで、うん、でお祭りもさ、その学校の近くでやるお祭りに行ってたから、もちろん親は来れないし、でお金も少ないから。うん、全然なんかその友達が買ってるものを羨ましそうに見てる感じだった。うん、いや、型抜きとかできるお金の余裕羨ましいなぐらいな、もうそのぐらいの勢いだった。うん、食べれて買って一個、うん、だから射的とかさ、くじ引きとかさ、なんかあんなのはできないし、うん、なんだろうな、何買ってたろう。
こ焼き、たこ焼きも変わってなかったかな。あんず飴が好きでさ、俺あんずすももか、すもも、酢漬けしたすももにさ、あの水飴を絡めて、でもなかの上に乗っかってるようなやつ、あれがすごい好きで、あれは買ってたかな。それかソースせんべい、枚数をさ、あのくるくるくるって回すやつとかでさ、あの決めたりするじゃない、あのシステムが好きだったな。うん、30枚50枚100枚とかつってさ、大体どのくらいだったかな、でも20枚とかなんか30枚ぐらいだった気がするな。ソースせんべい美味しいよね。あの梅ジャムが好きだった。うん、そのくらいかも俺買ってたの。本当にお金をね使えなかったから。中学校高校の時はね、俺友達全然いなかったからね。もっと言えばお祭りはさ、やってるような感じじゃなかったから、学校の近く、あの中学校は家から、まあ、20分ぐらいかけて行くとこだったんだけど、自転車で。高校ね、電車で1時間ぐらいかかってたの。めっちゃ遠くて、うん、だからもし友達がいても示し合わせてどっかお祭りに遊びに行くっていうのは難しかったんだろうな。うん、そういうお祭り遊びに行くような友達ができたのは中学校だけかも。うん、夜遅くだから8時9時ぐらいか、本当にお祭りが終わるまでずっと外にいて、そっからまたね、2、30分かけて家に帰んなきゃいけないから。で俺だけそれだけね、学校から離れてたの。みんなは結構比較的近いところに住んでたんだけど、うん、俺だけね、その学区外から通ってたんだよね。うん、いや、なんかさ、夜のお祭りってちょっとドキドキするよね。もしかしたらさ、好きな子に会えるかなとかさ、友達があの誰々と誰々見たよみたいな、もうあのあっちに誰々いたよみたいな話をさ、ちょっと聞いてさ、いるのかみたいな、どこにいるんだろうってちょっと探しちゃったりとかさ、うん、でチラッと見るだけでもすごく嬉しかったりとかしたな。
その学校の制服以外の服を着てるところを見れるだけでもやっぱ少しドキドキするよね。青春だな。やっぱお祭りって大事だよな、そう考えると。いろいろその最初にさ、お祭りの屋台をさ見て回って。で、まずぐるっと一周して、で、境内かなんかにさ、みんなたまるのね。みんな座ってさ、そこ集まってさ。で、座りながら、その、誰がいるかとかっていうのをさ、そっから見るのよ。で、俺が行ってたお祭りはさ、俺が行ってた時はさ、友達がどのぐらいなの？まあ、4、5人ぐらいかな、の集まりでさ、行ってさ、で、俺はその4、5人の集まりしか、その、なんだろう、話せるような友達がいなかったから、もうずっとそこにいたんだけど、他のやつとかはさ、もういろんなところに顔聞いたりとかさ、友達多いやつが多かったから、あっち行ったりこっち行ったりしてて。だから、向こうからさ、別のその、グループが来たりとかするとさ、急にその喋れなくなっちゃったりとかしてさ、あったな、そんなこと。今もそうかな、変わってないか、急に萎縮しちゃうみたいな。それって男同士で仲がすごく良かったから、中学の時にはね、彼女ができたりとかはしなかったんだけど、もし彼女できてもその祭り行くってなったら、なんかすごく嫌だっただろうな。見られてさ、なんか茶化されたりすんの苦手だからさ、居心地悪くなっちゃうから。中学生で浴衣でデートとか、もうなんかめっちゃキュンキュンするじゃん。高校になると、なんだろう、ちょっと変わってくるじゃん、空気が。いや、高校も高校でいいな。いいな。いいな、カップルね、
カップルでお祭りいいな。落ち着こう。じゃあさ、もう昔の話はやめよう。もう昔の話はやめよう。今よ、俺らには今じゃないか。どういうテンションなんだろう俺。今だから一緒にお祭りに行くことをちょっと想像してみようよ。だから、じゃあ、まず何を着ていくか。浴衣だよね。そこはもう、俺も浴衣着てほしいし、俺も浴衣着たいし。問題ね。履くものだよね。あ、違う、パンツ履くか履かないかじゃなくて、足ね。足の方ね。浴衣でパンツ履かないとかでもそれも、なんだ、着物でも昔すぎてさ、今みんな履くから。ラインが見える見えないってそういう話じゃなくて。足ね。何履くか。下駄か、草履か。でも俺そこね、全然無理しなくていいと思うんだ。足痛くなっちゃうとさ、テンション下がるじゃん。いやね、カランカランさせるのは温泉街だけでいいよ。温泉街はカランカランしていいよ。いやでもさ、お祭りってなるとさ、場所によっては電車乗って行ったりとかさ、結構歩いたりとかね、足元も悪かったりするじゃない、神社って。下駄ってね、逆に危ないと思うんだよね。靴ずれもそうだけど、だからそこはね、雪駄でもいいと思うんだ。セッタじゃなかったら普通に運動靴でもいいし、最近はさ、そのセッタでもさ、ちょっとヒールがある、ヒールっていうかソールがあるやつが出ててさ、パッと見下駄っぽく見えたりとかするやつもあるからさ、足痛くならないでしょ。で、素足で履くとやっぱり場合によってずれちゃったりとかするから、足袋履いたりとか、靴下代わりに足袋履いたりとかするとより、足に負担がかかりにくくなると思う。セッターはね、履きやすいし、いいよ。俺セッタ買わなきゃ、そしたら。いや、まあね、昔持ってたんだけどさ、仕事で一回使って、そのまま職場に忘れてきちゃって、で、そのままね、その仕事場にね、行かなくなっちゃったから、もういいやと思ってね、そのまま手放しちゃったんだ。そう、いいセッターだったんだけどね。じゃあ着るものは浴衣で、浴衣はじゃあ何色がいいかな。もともと持っているやつか、それか新しく買うか。
まあ持ってる、もし持ってたら持ってるのでもいいと思うけどね。うん、俺も多分自分の持ってるやつ使うし。浴衣なぁ、浴衣の色は何色がいいかな。うん、あ、くしゃみです。よいしょ。紫でもいいし、普通に青でもいいし、こう、うん、やっぱちょっと青みがかったやつの方が夏の浴衣っぽい感じがして好きかな。女の子だとさ、ピンクとかさ、あの薄い色、明るい色とかあるけど、あんまりちょっと明るすぎる色だとさ、子供っぽくなっちゃうじゃない。うん、だからちょっと青みがかった色の方が少し大人っぽいというか、うん、セクシーさがあって、清楚なセクシーさがあっていいと思う。黒すぎるのはね、うん、ちょっとヤンキー感出ちゃうから。うん、地の色がさ、すごく暗くてさ、でワンポイントっていうか、その柄が明るい色だから、もうメリハリがついちゃってるやつだと、あのちょっとヤンキー感出ちゃうから。うん、まあ、それよりはやっぱ少し色全体的に落ち着いてるやつの方が好きかな。うん、変にその今時っぽいやつじゃなくて、昔からあるようななんか落ち着いた色の方が俺は好きかな。うん、着物もそうだな。うん、変に今時っていう感じよりは、今時って言い方もなんか変だけどさ、うん、シチュエーションにもよるか。うん、お祭りだったら俺はそういうちょっと落ち着いた色でいいと思う。うん、でもさ、そもそもなんだけど、そんなに女性の浴衣とかってさ、詳しくないから。いや、もう浴衣に限らず、服装とか全般に言えることなんだけど、そんな詳しくないから、散々言っといてなんだけど。うん。いや、着たいもの着ればいいじゃんって、思った今。着たいもの着ればいいじゃん。うん。だからまあその黒いやつとかもさ、黒い濃いめのやつとか明るいやつとかもさ、着たら絶対可愛いし、うん、誰がどんな浴衣を
君がどんな浴衣を着るかじゃなくて、君が浴衣を着てくれることが大切だから、うん。いや、種類なんてそうだよね。そもそもそんな重要じゃないね。そうだ。うん。いや、きっとどんな浴衣着てても、うん、そうだな。俺は、うん、嬉しいだろうな。うん。そうだね。そうだそうだ。その通りだ。まあそうね。だからあとは足だけ、靴ずれだけ気をつけられるように、靴ずれだけしないようなね、ものを選べればいいね。じゃあ服の話は終わったから、食べ物の何食べるかとかっていうのは考え出しちゃうと多分お腹すいちゃうからやめといて、うん、じゃあどんなことして遊ぶか、まあ一緒に歩いてるだけでも十分楽しいんだけどさ、じゃあ射的と金魚すくいと、あとなんだ、ヨーヨー釣り、あとお面屋さんもあるよね。金魚釣りやった？金魚釣りじゃないや、ヨーヨー釣りと金魚釣りが、金魚すくいが混ざった。金魚は釣れないよ。いや、釣れるかもしれないけど。金魚すくいさ、俺結局すくえなくて、うん、残念賞でももらったかな。うん、買ってたかな、もううちで。まあなんか飼ってた時期あった気がするな、小さい頃。うん、でもなんかいつの間にか死んじゃってて、うん、なんかそんな感じだった気がする。悲しいよね。うん、金魚すくい楽しいんだけどね。うん、でちっちゃいふさビニールの中にさ水入れてさ、その中に金魚泳いでんのさ、あのそれを持って楽しんでいる男の子とか女の子を眺めているだけでもなんか十分今幸せ。もうそれだけでいいです。はい、自分でなんか救いたいなっていうふうには思わないかな。ぽいっていうんだっけ、あの救うやつね、あれね、あの金魚すくい体験というか、すくうだけでいい。持って帰らなくていい、うん、あれだけでいいです。お面なんか欲しいな。お面なんかつけたいな。定番はなんだ、
ケモン、ピカチュウ、ウルトラマン、仮面ライダー。でもお面ってさ、もともとその男の子向けのやつばっかだったと思うんだけどさ、ね、キャラクターものとかさ、ドラえもんとか、あのプリキュア、プリキュアなのか今それなのか分かんないけどね、そういう女の子のやつもすごく増えたしさ、あーでもそうな、昔から男の子女の子であったか。俺が男だから女の子向けのお面に興味がなかっただけかもしれない。あ、なんかいろいろあったと思うな。でも、そうだ、お面な、何かな、買うとしたら。やっぱ昔のウルトラマンのお面って、なんか、ザ・お面って感じがして好きかな。まあ、それがピカチュウかドラえもんかかな。やっぱちょっとそのレトロ感ある方が楽しい気がする。現役の お子様たちは多分自分の好きなやつがねいいと思うんだけど、古いやつなんか知らない、これ何、こっちがいいってなりそう。お面つけられるかないけるか、一応お面かぶって、で射的、そうな、射的かな、ヨーヨー釣りと射的だね。やっぱヨーヨー釣りのあの水風船は持ちたいなあれでバシャバシャやりたい。ヨーヨー釣りと、あと射的ね。射的のあの景品ってさ、なんか全く見たことないやつがたまに、混じってたりしてさ、あ、これはなんかこういう景品用で作っているんだろうなっていう、なんとなく見たことがあるけどそれとは全く違うっていう。もう一回見たのがさ、あのグリコってあるじゃない、キャラメル、あれにめっちゃ似てるけど違うやつ、なんて名前だったかな、ゼリコでもグリコ的な名前だったんだよな。そういうの見るとちょっと闇を感じるというか、不思議な世界だなと思うよね。もう射的は欲しい景品を狙って当てて取るゲームじゃなくて、ただただあの銃を撃つゲームだからね。ようできてるよね。本当に社会というものを学ぶよね、お祭りでね。欲しいものを当てても取れないんだ。結局残念賞なんだなっていうね。
まあそれもお祭りのお祭りが教えてくれる大事なことだよね。うん。なんか一回500円とかそのぐらいでそういうことを教えてくれるって思ったら安いような気がしてきた。ああ、社会をそうやって教えてくれるんだな。社会の仕組みを。だってさ、小さかったらさ、当てたらもらえるものだって思うじゃん。で、当てたら落ちるものだって絶対思うじゃない。でもどう当たったって落ちないものがある。目の前にあってもその取れないものがあるってね。そこに気づけるのってお祭りだよね。まあ商売としてはまあおかしなことしてんだけどさ、うん、でも世の中にはそういうことはあるから。いや、お祭りって奥が深いわ。うん、大事だね。全部が全部楽しいわけじゃない。いるんだろうな、毎年射的で当たっても落ちなくて、欲しかったのにもらえなくて泣いて帰る子供が。いやー、それも含めて夏祭りだよな。うん。いや、お祭りってさ、本当にいろんな人がいるからさ、うん、周りをそうやって見てるだけでもなんかちょっと楽しいよね。うん、あと落ち着く場所がないじゃん、お祭りって。うん、ああ、お祭りってさ、その最初待ち合わせしてさ、でお互いの姿見てさ、ああかわいいねとか言ったりしてさ、じゃあ行こっかって言ってお祭りの場所まで行ってさ、でいざお祭りの場所着いたらあまり座るところなかったりとかさ、ゆっくり落ち着ける場所がないから、お互いのさ姿をじっくりじっくりっていうか、なんか見る余裕ってあんまないよね。うん、周りのね、いろんな人がで人もごった返してたりとかするとさ、周りのことも気にしないといけないからさ、ちょっとなんだろうね、様子を伺ったりとか、ぶつかんないようにとか、その物落とさないようにとかさ、なんかそういうの気にしちゃうとさ、気にしすぎなのか俺がそれ。うん、だからお祭り入るのでワクワクだけど、お祭りのその神社から出た時ちょっとホッとするっていうか、ふうって軽く一息ついちゃうところがあるな。わかる？なんかワイワイしてるところからちょっとスッと一歩引いたときに、ちょっとなんかホッとするっていうか。うん、いや楽しいし、なんかね、いろいろその見て回ったりとかするのも
いいんだけど、ずっと痛いかっていうとまたちょっと違うんだよね。なんだったらそのゆっくりするときはそのお祭りのやってるところから少し離れた居酒屋とかさ、カフェは違うか、うん、なんか座ってゆっくりご飯食べれるようなところとか、一息ついてお酒飲めるようなところにの方がホッとする気がする。うん、でそうするとさ、お互い顔見てさ、写真撮ったりとかできるじゃない。うん、だお祭りも楽しいけど、そっちも含めて楽しいって感じかな。うん。そうな、だからなんだったら個室居酒屋とかの方がいいかな。うん。みんながワイワイその楽しんでいるところから、今度は二人だけで楽しめる空間に行きたいって思うかな。うん。いや、お祭り関係ないな。ただ個室の居酒屋に二人して入りたいだけだな。それは今ちょっと思ったわ。個室の居酒屋だったらいつでも行きたいなって思った。お祭りのせいにしちゃいけない。うん、それはそれとこれは別だわ。せっかくだし、今年はお祭り行けるといいね。うん、浴衣着て、浴衣のままお祭り行って、でその後二人で飲んで、来たままイチャイチャしたいなって思う。うん、もうそこまでワンセットだから、うん、浴衣のいいなって思うところの一つは脱がせやすいところ、浴衣のさ、いいなって思うところの一つは、横にずらしたらすぐに触れるところだし、うん、いつもの服と違うからさ、すごくドキドキするよね。出しちゃうと大変か。自分で着れないとね。俺も自分でその浴衣を着ることはできるけど、着付けをしたことってないから、綺麗にそれ整えてあげることもしかしたらできないかもしれないな。着替えも持ってこないとダメだね。浴衣を脱いだ後に着れるような服、うん、そしたら次の日ね、
そんな服着ればいいもんね。だってもしさ浴衣着てさお泊まりしてさ次の日の朝浴衣で電車乗ってたりとかしたら、あ、この子お泊まりだったんだみたいな、あ、昨日の夜はお楽しみだったのだねみたいな、そういう風に思われちゃうもんね、きっとね。そういう目で見ちゃうよね。しかもそれがさちょっとシワになってたりとかしたら、ああもうそれはもう確定的だもんね。まあ俺は別にそれでもいいけど、うん、そういう風に見られてもいいけど、まあ幸はつくよね、うん、シワのことなんか気にしてらんないと思うもん、脱がしてるとき、うん、だって全部を脱がすのもさもったいないじゃん。やっぱ最初はさ着たままじゃない？多分それでシワシワになっちゃうだろうし汗かくと思うんだけど、それはそれそれはそれで最初その非日常感を楽しみたいなって思うな。でその後にあーでもどうだろうな、先お風呂か後お風呂か、先お風呂か、そうだな、一日歩いてるもんな、一日っていうか半日、うん、でもさ最近お風呂入ってさでまたその一回脱いだ浴衣をさ着直すのってちょっと恥ずかしくない？そうだよね、ちょっとこっ恥ずかしいよね。その浴衣着てまたすぐだって脱がしちゃうわけでしょ。俺はその別にお風呂入んなくてもいいって思っちゃう方なんだけど、もし気になっちゃうとね、うん、嫌だよね、うん、俺はだからどっちでもいいと思うんだけど、うん、でもおそらくその時はお酒を飲んでいることが想定されるからお酒を飲んでいると俺は入シャワーを浴びるよりも先にそうしてしまう気がする、そうなっちゃうだろうな。いや俺ね別にいいと思うな、お風呂別に入んなくても、うん、なんだったらそれで恥ずかしがってるような様子を見てるのも楽しいし
そういうとこ少しエースかもしれない。うん。もう逆に、されると恥ずかしいから、うん。多分、攻めの一方になると思う。あ、ダメだ。寝るのにこんな話になっちゃった。やめようやめよう。寝れなくなるわ。今日はそんな話するつもりはなかったんだ。普通になんかちょっとお話しして寝ようと思ってたんだけど、おかしいな、こんなつもりじゃなかったんだけどな。でも心なしかさ、そういう話してる時の方がちょっと声出ちゃってるよ気がしてる、うん、テンション上がっちゃってる気がする。まあそういうことも今年できたらいいね。うん。もう今の話全部含めて、その祭りもそうだし、お酒飲むのもそうだし、イチャイチャするのも全部できたらいいね。好きだよ。よし本当にもう寝よっか。じゃあよし よし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 you